メリクル！エッジ、私。早く来るんだ、メリクル！私は、博士とここに残る！だって、私の仲間は他にいないもん。いる！ここにいる！仲間なら、ここにいる！エッジ…だから、帰るんだ、宇宙へ！博士…メリクル！私にもまだ仲間がいたよ。博士の他にも仲間いてくれた。やはりエクサリチウム結晶がなければ通常エンジンではこの重力場から離脱できません。そんな、ここまで来てダメなのか。もう少し待っててくれ。きっとお前を宇宙に返してみせるから。でも私が宇宙に帰ったら寂しいでしょ。博士友達少ないもん。だからこれあげる。寂しくなったらこれで私を思い出してね。では私からはこれをあげよう。それは宇宙に帰るためのお守りだよ。きっといつか役に立つ時が来るはずだ。ねえ、もしかしてこれ何かに使えない？そんなペンダントをどうしろと。バカな、どうやってこんな高集積な。でもこれならエッジさん、今すぐワープ準備を。だけどあったんですよ、かつて見たこともないほど高集積のエクサリチウム結晶が。ワープエンジン起動確認。いつでも行けます。信じられない、これまでにないパワーよ。なんとも興味深い。今は無理だが、いずれゆっくりと調べたいものだ。博士、ありがとう。さあ、発進だよ。エータン、カルナス、発進。
座標、設計図、その他147項目の紹介を完了しました。間違いなくここは僕たちが生まれ育った時代の宇宙です。僕たちは帰ってこられたんですよ。予測だが、あの空間崩壊に押しやられる形で元の時の流れに帰還できたのだろう。確証は残念ながらないがね。これはあくまで推測だが、自分たちはともかく、地球人である君たちが因果崩壊も起こさず存在しているということは、あれは全く異なる次元に存在する地球、君たちの故郷とは違う地球だったのかもしれない。それじゃあ、亜空間に飲み込まれる寸前に見たよ、歪んだ地球が光の中に消える瞬間を。46億年もの歳月をかけて奇跡的にあそこまでなった地球が、たったの一瞬で消滅したんだよな。あんなにも簡単に。暴走した追消滅を止めることは不可能です。あれは誰にも止められなかったんです。そうさ、誰にも止められないけど、それを引き起こしたのは僕なんだ。それは違うわ、エッチ。エッチはいっぱい頑張ったよ。休めはよしてくれ。たとえあれが僕たちの地球でないとしても、消えたことには変わりない。そうさ、全部消えちゃったんだよ。僕の誤った判断が彼らを暴走させたんだ。地球は消滅した。何一つ残らず、全部全部、大人も子供も動物も町も家も全部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 だ。やめるのよ、エータン。やめてなのよ。こんなことを望んで宇宙に出たんじゃない。みんなの幸せのために、未来のために。なのに、ミスターエッジ、君一人の責任ではない。自分たちにも過失がある。そうですよ、僕たちの誰もが彼らを止められなかった。だからエッジさん、僕が関わらなければ、僕たちの技術を渡しさえしなければ。エッジがそんなこと言ったら私はどうすればいいの。やっとまた仲間ができたのに、エッジが来いって言ってくれたの。